あ、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になった。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半丸の先生です。1億円近く投資をしておりました。で、今回、半丸先生のインジケーターね、紹介しますけども、ラーメン食いながら、もやしラーメンでも食いながらね、卵3個入れて食べてますけど、今日は10月14日ですね。トーストもね、チーズとハムと、卵を乗せてね、肉を食べた後なんだけど、まだちょっと朝ごはん足んないということで、追加でラーメン食べたす。で、こちらのインジケーターなんですけど、私が開発してる、これが決算ですね。ここで、ね、シグナルで、これは負けてるわけですね。これも負けてるわけですね。これは勝ってるわけですね。で、このシグナルの決算はここであるというわけです。で、このようにいろいろシグナルがあるわけですね。で、56.2% になってるわけです。シグナルがですね。これは決算ですね。これ決算ですね。決算ですね。これシグナルですね。シグナルですね。このシグナル通りで、56.2% ですね。それで、実際は 2% ぐらい落ちます。ね。2% 落ちますから、このシグナルね、413回あって、54% になります。で、54% で儲かるかと。ですね。一番いいので、こんなもんですから、かける、ね、54%。と、100回通して、1520円の利益になるわけですね。このようにね、取引数が413回あって、ね、1万2000だから、1万2000って、ね、1万2000ってかけることの、ね、点8なんですよ。いや、落ちる。この時間の、何時間かな ?60 だから、160時間。割るごとの24だから。はい。6.6 日前からの分析ですね。が 56.2%。で、実際はこの通り投資して 54% ですね。ですから、まあ1週間ぐらい前から投資して 54% のね、シグナルになります。で、投資数が413回もあって1週間ぐらいか前からね、この通り投資してると大体そういう。出たら100回に1000円ですから、ね、4000円ぐらいの利益ですね。1週間で。という具合になります。
これが半間岩先生の真実データですね。これはないわけですね。これは数の 53% で稼げないわけです。ね。稼げてんの？これと。で、このシグナルの意味は、これは決算ですと。これ上でね、こう宿命が出たわけです。ここで見てね、一番きついところでね。計算が一番いいところで見てますけどね。だから、上。で、これ決算。15分倍になるよっていうのなんですけど、正確になってます。55分になったでしょ。これ見て。25分になってるでしょ。これは何のシグナルかというと、これですよね、ここのね。ね。これは決算の時刻。ね。これも決算、35分に決算されてる。15分倍になりますよね。これも。ね。これ10分に計算。これは負けたわけですね。これ上にやったんだけど、下になっちゃったね。投資数が413回ということで多いということはね、多くてこの勝率であるということだから、まあ 2%、3% 落ちるんですよ。アップルってね、アップルって 5% ぐらい落ちる、まあね、肩流れになったときはちゃんと肩流れでね、シグナル送ってますよ。上流れでは上流れでね。その丸円、うん、ということなんですね。だから勝ったり負けたり1万円ぐらいはね変化しますね、上下。だから1万円ぐらい上がった時にやめといて、また落ち込むのを待つんですね。全部そうなんだけど、バイナリーオプションのスペシャリスト社のインジケーターっていうのはここまで進んでます。
現状だけどね、この通り投資するとね、5% ぐらい落ちるんですね。2% だといいんだけど、5% 落ちるんですね。それでね、投資数が多くないと安定性ないんですよ。だから、このままだと儲かんないんですね。ね、その投資数も多いので、ね、5% ぐらい落ちるんですね。そうするとね、ね、56.2% でしょ。まあ 56% 抜けて、いくつになるかっていうとね、今 56% 引く、ね、5なんですよ。と51なんですよ。で、それではね、ハイアンドロシアではこの配当だから、ね、かけてみますね。と、マイナス4220円ね。ね、なっちゃうね。これ引くことの。ね。マイナス4120円なんですよ。このままに投資すると、100回にね、4120円減っちゃうの。必ず。ね、それなら今ね、これ以上のできないんですよね。正確なら。100回通して4120円損しちゃうんですよ。このね、56.2% だけど、約 5% 落っこっちゃうんですよね。で、もっと配当のいいのはあるけど、パーセント。投資数が10回とかになっちゃうね。413回でしょ、こっちはね。連続性で多いのじゃないと、次がね、出た時に。出ないんですよ、同じように。そういう問題でね、これをデモで投資させるんですね。私今デモだから自動売買で投資させるね。提供してませんよ、自動売買はね。いたずらする人がいるから。僕のはね、試験用だからね。ライブは禁止。んで、にゃんちゃん、おはよう。ちょっと待ってね。にゃんちゃんが言ったとね。しずちゃんって。にゃーん。ちょっと待ってね。100回に1000ずつ投資して4120円も負けちゃうと。一番いいこの濱家先生のシグナルでだとね、それじゃ良くなんないね。んで、このシグナル通りににゃんちゃん、ちょっと待ってね。へちゃね。それで、デモで投資させて、これでね、1万円ぐらいマイナスになった時のピークを見計らって、スタートしてね。それで投資するのね。そういう方法。
まあそれしか稼ぐ方法ないんですね。この通りそうすると勝率がね 51% しかないんですよ。これから実際 56% でもね 5% しかないと実際はそういうね、で 51% だとねペイがね手数料あるんでマイナスになっちゃうんだよね。あ、それでね、あれじゃ、このとこれ投資してね、マイナス1万ぐらいになった時にのピークを見て、ね。5000勝つか5000負けるかのね争い、わかります？その繰り返し。1週間ぐらい前から413回投資し続けるわけね。うん、これ全部の通貨国投資します。ほら今4つ、これもね、こうやってね、でこれはいるわけですよ、ね、これ全部投資させるの、ね、日曜日だから動いてないんですね。ということです。それで負けが なくなりました。浜松先生。稼ぐ方法をバッチシ見つけてるんです。浜先生ね、このように稼ぐ方をバッチリ見つけたんです。皆さん、ね。それでね、デモをちょっとお見せします。はい、デモの番ではこのように、表示が違います。上か下の矢印がつきません。で、ここに、ね。ランダムダミーが出ますよって文字が出てきます。ライブ投資できない。で、
全部ではこうやったね。またライブに戻します。ハンマ先生はこのように厳しいお利口をしています。このように 56% で1週間前から413回シグナルがある。分析この通り投資すれば白文字になってるやつはね、これないわけです。 53% なんですよ。 50%、 54% です。儲かんない。これ引く実際は 5% 引いた勝率になります。これで 51% の勝率です。そのため10万なんだけじゃないですよ。全勝だったらね、51だった。これとも このシグナルマイナス4120円なんですよ。100回ですよ。だからこれかける413だった。間違えた。これ10でしょ。で引くことね。こうだからね。だからこの大体4倍ですね。100ですから約4倍です。1万7000ぐらい負けちゃうんですよ、1週間で。大体ね、どんなにいいシグナルが、ハンマー先生のシグナルがこれ以外ないんだよ、今とか。100回投資することに、ハンマ先生のインディケーターはマイナス4000になっちゃう。必ず平均で。上がったり下がったりするんですね。そこで考えた。このシグナルで、まあ、複数投資させてですね。1万円か1万5千円ですね。スランプが出てきちゃった。リスタートしてから。その時に投資を始めなさいと。こういうサイクルがあるから。ね。それでどん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 増えてきますよって、この4100。マイナスになるから、下のリンク先に書いてるインジケーターみんなそうですか。
どれも稼げませんよって書いてるんですね。そうなんだ。こうなっちゃうんだな。しかし、手を加えると稼げるわけです。ん？こういう落ち込みが多いとき、このね、2倍か3倍、1万5000円ぐらいか、1万円ぐらいマイナスになってくるから、投資を監視しなさい。この上昇する目を見るわけです。5000、5000っていう感じでもいいしね、まあ、まあ、1万5000ぐらいの方がいいですが、損切りは1万円で。それで稼げるんじゃないかってことだ。そういうの。ね。このシグナルは正確です。56.2% です。1週間前から投資して。勝ちの方が多いんですね。だけども実際は 51.2% です。 51.2% ではどんなに頑張ったって元取りませんよ。かける 51.2 でしょ。どうなります？すごくない？マイナス3744円なんですよ。56.2% だと。1週間前から投資して。ね。100回ですよ。あ、じゃなくて。これの3倍になるわけね。あ、4倍になるわけですよ。1万、ね、1万5000ぐらいなんですよ。1万6000とかね。だから、ちょうどサイクルで、ね。1万ぐらい下がった時に投資しなさい。余裕ないですね。100回中ぐらいで見るんですね、結構ね。なかったらまたリセットするのかな、ね。利益も、目の方にね、いい時は1万ぐらいプラスになります。そういう風になりますから、落ち込んでる時は。1万ぐらい起こったとき、100回中でね。で、次、チャンスですね。起こったとき、1万ぐらいマイナスになったとき。デモで投資するんです、この通り。ね。と、100回やったら平均で、こんな損しちゃう、100回で。だから、ちょうど1万ぐらい起こったピークのときで、投資開始して3744円ぐらい稼いだら終わりですよね。でまた同じ繰り返しです。これが半間岩先生の投資戦術です。今最大稼ぐ方法ですね。ご紹介いたしました。どうもありがとうございました。